はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。現在は2017年の5月24日で、借金が37と、まあ、相変わらずのひどい状況ですけれども、まあ、あの慣れた人に言わせれば弱小チームで始めるとこんなもんらしいです。まあ見れた試合になるまでは、まあ、数年かかるみたいなので、まあ少しでもね、チームの戦力を強くしていきたいんですけれども、まあ、何回か前にね、この強化本を使っていこうって言ってたんですけど全然サボってたんで、ちょっとまずは前回活躍してくれた人たちですね、まあ、この人たちをちょっと強化していきたいと思います。まあ、練習強化はまだ大丈夫かで、前回待望の勝ち星を挙げてくれた人がいるんで、ピッチャーですね、何勝したっけ、確か2勝した気がするんで、勝ちを挙げてくれたお二人を鍛えましょう。曽根くんとジェフか。曽根くんは中継ぎか。中継ぎでコントロールはあるし、スタミナもいいあればとりあえず大丈夫なんで、曽根くんの球速を上げましょう。アイテムで、球速強化。で、曽根くんと。5! めっちゃ上がったな。まあ、これ結構強くなるんでね、ちょいちょい使っていけば、まあ、それなりの選手が出来上がるかなと思います。で、あとは、ジェフですね、ジェフ。ジェフは抑えだった気がするんだよね。ジェフくんは、そうっすね、抑えで138の、まあ、スタミナ抑えだから36でいいとして、コントロール上げましょう、ジェフくんは。じゃあ、ジェフ君のコントロールと、13 もう1ランクくらい上がんなこれで。あと英国紳士がかなりホームランを打ってくれているんですけれども、英国紳士足が遅いので、走力をちょっと鍛えていきましょう。走力強化で英国紳士と8、あ、これで走力いくつになった。ちょっと英国紳士の走力を見ましょう。いた、ゲーまだでも G かで、今結構調子のいい人たちが、1軍入りしているので、一応起用の方はね、調子設定にしたらどうですかっていうのはあったんですけれども、一応、調子設定にはなってます。で、あと練習設定も、赤徳消せる一発削除も、負け担当に覚えさせているのと、これ、コーチ練習一人にしかできないんで、で、田中がタイピン持ってるというか、タイピンが赤なので、一応、松尾コーチのタイピン練習を田中にやってます。で、あと野手は英国紳士ですね、ここに広角打法がつけば、さらに打ってくれると思いますので、広角打法をつけてます。なのでスタッフ情報ですね、これかなり重要なことがようやく分かったんで、コーチの契約更改ですね、ちょっと特殊能力を、見ながら次回はやっていこうかなと。なので走塁コーチがちょっと走塁アップなんでね、ちょっと盗塁を上げても今のところうちのチームは微妙な感じなので、まあ、ちょっと河野コーチは、来季交換しようかなと思ってます。で、松尾コーチはとりあえず一発削除があるんで、まあこのまま入れてもいいかなと。やっぱ一発はね結構痛いんで、できれば一発病は全員外したいですね。じゃあちょっと、試合の方を見ていきましょう。先発はイソッチですね。でカリンちゃんはもうノリノリ状態なので、まあ多分スタメンは続くでしょう。よし、じゃあこれでお願いします。まあ、イソッチもね、いい投手なんだけど、いかんせん変化球がないっていうところが。で、前回のキャンプのところで、なんか変化球練習があったみたいなんですけど、キャンプなんか2、3回続くのかなって思ってたら、1回で終わっちゃったんで、まあ、そこがかなり、もったいないことしましたね。まあ、自分のせいなんですけど。第2球。投げました。
打った。これはセンター前に出る。これはヒットになります。ヒットか。戸柱ナイスバッティングです。打順は1番に帰って梶谷。で、まあちょっと6回まで行きますか。わあ、3点取られたか。試合は後半6回に入ります。もう負け担当ですね。負け担当もね、能力的には悪くないんだけど、だから負け担当もこういうところで登板して打線が爆発すれば、カウントは2ボールノーストライク、勝ったりもできるとは思いますけれども、投げました。ただ打線がなかなか爆発しないんでね。打球はライトへ。おお、危ない危ない危ない。あの辺りでもホームランになりそうになるのか。さすが学校だな。ちょっともう9回までいきます。ちょっと今日はまたヒット3本に抑えられてるんで、9回に入ります。先頭バッターは指名打者、負け担当さすがにスタミナがあるだけあって、打ちました。投げ切りますね。これぞ仕事をしているっていう感じだな。負け担当の仕事。打ちました。サンデーモリ、おお、いいね。サンデーモリは守備力が高いんで、今日はちょっと野手の出番が全くないと思ったら、英国紳士、ま、最後に見せてくれ。一発かませ。あ、これを振ってくれればよかったんだけど。なんだかんだで追い込まれてからの、三振か。まあ、チャンスなんでこれも見ていきますか。初球を打ったピッチャーの、あー、でも内村二塁踏んでアウト。結局これで終わりか。久保見事な完封勝利。5安打完封。悔しい敗戦。そう、あとね、チャンスに弱い人たちが多いんで、まあ、チャンス強い人を入れたらどうですかっていうのも、いただいているので、まあ、ちょっと枠がまだ1人2人余ってたような気がするんで、まあ、もしかしたらチャンスに強い人を入れるかもしれないです。で、あとはまたちょっと練習をしていきましょう。先発はタッキーリと、であと先発ローテは変えない方がいいっていうのをいただいているので、まあ、あんまり変えすぎてもね、確かに良くないと思うので、まあ、ちょっと固定になっちゃうところはあれなんですけれども、バット型キーホルダー、田中がノリノリか。曽根くんのコントロールが D に近づいてますね。まあ、中継ぎとしてはかなり優秀な感じに、なってきてるのと、ちょっとペナントのアイテムを購入しましょう。ジャイアンツ戦ですね。負け担当が負けてるね。で、ここもな、結局10回がな、ちょっとさよなら負けしてるんで、炎上王がホームラン打ってくれましたね。1号。一応ファンは増えてると。まあ、このね、能力アップをひたすら耐える感じで、ローソンの守備が、E になったんで、まあ、次ちょっとローソンの練習を変えようかな。若松か。若松くんの調子がよろしくないけど、一応スタミナは全開の方がいいのかな。ちょっとここら辺もよくわかんないですよね。ちょびっと減っている、柳瀬くんを先発で出すか、スタミナ多分青がマックスだと思うんで、スタミナマックスの若松くんを出すか。で、ちなみに先発適性のある太田くんが好調なんで、ちょっと今日は太田くんに任せましょう。さあ、頑張ってくれ。ジャックス、ジャックスが勝ってますね。で、曽根くんがセーブを上げてくれてるな。これ鍛えた甲斐があったな。で、英国紳士18号のメリーヨが2号と、今日は3対2と、なんか珍しく12回の長期戦を制しましたね。先発陣がなかなか勝てないのか。みゆちゃんがノリノリと。で、広大くんの肩が上がって、で、柳瀬くんがピッチャーで8番になってるけど、炎上王ってどれだけまで打率悪いんだよ。
柳瀬ただ4敗か。ちょっと先発陣、そうっすね、先発陣少しなんとかしますか。ファンは増えてますね。今先発がどうなってんだっけな、一軍で、新しく入れた人たちはそれなりに強い選手なので、イソッチな、イソッチやっぱ変化球だよね。これスタミナも悪くないし、球速も145で、まあ青得があるんで、ちょっとイソッチは、まあ、変化球がないからしょうがないっていうところですね。で太田くんスタミナが上がりそうなので、ちょっと太田くんの球速が遅いから、太田くんをちょっと球速上げますか。球速アップしかない。これもねお金かかるんでそんなにねリッチな感じじゃないんですよ。球速134。今日は試合がなしか。で名古屋ドームで、かりんちゃんノリノリですね。あれノリノリの人って他にもいなかったっけ。ちょっと後で見てみましょう。2軍にいるのかな。ノリノリの選手はちょっと入れたいんで、イソッチが6敗目か。5対2。かりんちゃんさすが7号打ってるな。あーイソッチスランプになったか。タッキーリの球速が上がって白石くんのパワーと、ちょっとノリノリになった人たちを確認しましょう。田中か。ちょっとイソッチなんかイソッチ外れたり出てきたりばっかりだな。そうか、スタミナがこれしかないんだった。ノリノリだとどれくらいなの。スタミナ4 スタミナ4か。まあちょっとな、どうすかな、うさぎちゃんとちょっと交代するか。中継ぎ適性がありませんそうか、中継ぎじゃなくてこいつ抑えか。あ、フルサイボーグ、ちょっとノリノリくんと交代しましょう。で、みゆちゃんが中継ぎだから、これをうさぎちゃんと変えればいいのか。で、イソッチちょっとさすがにスランプは脱出してもらいたいんで、そうすると、シノンあたりがいいかな。で、あとは、まあ、ノリノリくんはいないので、まあ、またちょっと試合をやっていきましょう。先発は若松くんと。まあ、英国紳士こいつホームランになるんじゃないか。まあ、お金はね結構ありますね。ニコガミくんがあんまり活躍できなかったから。これ基本的にさ、グッズ開発してもさ活躍できないことが多いから結局調子が下がるよね。セリーグヤクルトの中村。これはベイスターズの山口。パピオンか。しかもパピオン野手で出てるし、でオリックスの岸と、まあそうそうたるメンツですね。セリーグはよくわかんないけど、じゃあまたこのままタッキーリ、結構ノリノリって続きますね。タッキーリが5敗目、7対2。先発陣がな、もうちょい踏ん張ってくれるか。ゲー負け担当がアキレス腱断裂したんだけど、これ大丈夫か。一時は選手生命が危ぶまれるほどのアクシデントでしたが、復帰の日を待ちましょうって6ヶ月か。怪我しにくさが G になった。走力が3下がったな。6から3ってあんまり変わんないけどね。いやー6ヶ月の離脱か、結構厳しいね。負け担当が離れるのはちょっと厳しいよね。これ大丈夫か。これいつ切れるかよくわかんないからね、月日が変わった時に確認しましょう。吉田くんと、7敗目で、メリーヨもちょっと最近打つようになってきたね。
とか、うちはホームランでしか点が稼げなそうだな。パワちゃん5連敗中です。わあ、また吉田選手もスランプ。これどうなの？お、西田選手が大幅に能力アップしました。今後の目覚ましい活躍に期待しましょう。マジで？めっちゃ上がってる。てかめっちゃ上がってるけど結局 GGG っていうね。すげえな。お魚の方が C になったんで、まあ、これも後で変えておきましょう。で、ショップのグッズはちょっと微妙ですね、その人の。まあ、メガホンあたりを作るのがいいと思うんですけど。今日は学校か。今日は学校なので、じゃあちょっと出番プレイをやりますか。先発は太田くんですね。やっぱり先発に大事なのって何なのかな。球速なのかスタミナなのかコントロールなのか。タイガース、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは江越。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。超スローボール。おお、危ない危ない。投球は3球目。投げた、完全に外れた。ボール、これは完全なボール球。超スローボールになりますね。投げた、あ、これ大丈夫本当に。打った、痛烈な当たり。これ危ない危ない危ない。本当格好危ないからな。エゴシツーベースヒット。こっちのホームランが出せる代わりに向こうもホームラン出してきますからね。第1打席はフォアボール。まあちょっとあとは太田くんが抑えてくれるのを祈って。3点差だったらね、なんとかなるんだけど、5点差か。パワフル追う展開で迎える3回です。サンデーモーリー、チャンスいくか。1人チャンスの強いやつを入れましょうかね。そうするとボール外へ、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。まあ絶好調だとね、赤徳も消えてくれるんですけど、まあなかなか絶好調にはならないんで。そしてここで三振か。そうか。ストレートはボール低め、カウント3ボール2ストライク。で、フルカウントになると三振は消えると。あー、でも見逃しか。ランナー1人を置いて迎えるバッターは高橋。第9、高橋圭投げました。チャンス F か。まあでもミートが C あるからね。外角低めいっぱい、チャンス F だったとしてもそれなりのミートはありますね。投げました、1球外した。ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を、そのミートのデカさを生かしきれなかったか。ちょっと振り遅れましたね。パワフル追う展開で迎える5回です。さて5回の裏、ノーアウトランナー1塁3塁という場面で切り札カリン。パワーが C あるからな。初球ストライクから、もう1回ホームランを打っていただきたいけど。カウント1ボール1ストライク。ノリノリってどれくらい高能力が上がるのかっていうのが謎ですからね。サクセスではちょっとノリノリがないんで。ストレートはボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、いけ、よし、打ちました、いい当たり。ボールはライナーでセンターへ、センターか。取ったタッチアップからホームへ向かう。とりあえず点返してくれたんで。パワフル、ようやく1点を返しました。お、3点入った。パワフル、ピッチャーを、ピッチャー答え、ミユ。ノリノリのミユ。鉄砲型、福留、今日3打点を挙げています。ナックルを見せてやれ。第2球、球速も141投げたあるから、よしよしよし。少し迷ったか。第3球を、2点差だったらな、なんとかなるかもしれないけど。打ちました、これはいい当たり、伸びた。やっぱ踏ん張れないか。入った入った。ちょっと悲しいな。東条、5回じゃなくて9回。3点差のまんま。ここはまた高橋圭、ツーアウトランナー、高橋圭ホームラン打ってんじゃん。高橋、さあ次の投球いけ、よし。あー、なかなかね、いい感じのミートカーソルだったんだけど、ちょっとずれましたね。結局ランナー、パワフル、ここはなんとか全部守り君。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で守り、今日はここまで3打数1安打1三振。投げた、ボール、ここはよく選びました。いい感じで。カウントは1ボール1ストライクです。投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。これは塁に出てくれても問題はないけど、9番って誰だっけ。打ちました。9番ピッチャーだっけ。第5球投げた、ボール、ボールカウント3ボール2ストライク。フルカウントから走ったけど、スタートします。打ちました。これは取られないよね。ファール。さあ7球目、ランナー自動的にスタート。振れなかったか。
8回の。さあいよいよ最終回。この回の先頭バッターは俊介。さて、ジャックス。あれジャックスもナックル持ってるんだっけ？これはわずかに外れています。第2球。投げました。変化球ストライク。これって本当、本当すげえ曲がり方するな。これは大丈夫でしょう。左中間のフライ、レフト前に出る、レフトを取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番山。今日はあとは9回で追いつけるかどうか。まあ追いつけないと思うけどね。パープル敗れました。厳しいね。福留、本当に今日は高橋圭が、お、待望の1号か。選手の調子が数人上がりましたと。織田信長、シラアット2人か。炎上王の方が40、高橋系が補給が上がってと。じゃあちょっと高橋系くん待望の1号打ったんで、ちょっと能力を見てみますか。あーなるほど、ミートは確かにでかかったよね。これチャンス消したいけど、まあ、赤徳はね、いかんせんどうにもならないからね、能力の底上げはできたとしても、そうすると高橋圭もな、ちょっとバッティング寄りにするか。パワーを上げましょう。あ、そうするとちょっとバッティング寄りの選手の方が鍛えられちゃうっていうのはあるんですけど、パワーどうしても、ね、活躍が見れるのがこうバッティングのセンスに光るんで、まあ、守備の、ね、ナイスプレーをした時とかも上げてはいきたいんですけど、先発は柳瀬くん、みゆちゃんがいっぱいしたか。もう英国紳士も2号、高橋家早速2号打ってるな。さっき1号だったのに。7対5か、まあ、悪くないといえばね、悪くないんですけどね。練習でね、もう少しテンポよく能力が上がってくれれば助かるんですけど、先発は若松くん、メリーヨが4号、7対3か。まあここ数年はこんなようなものが続くのかな。徐々にね、勝てるようになってはいきたいんですよね。先発タッキーリ、6敗目、7対2。特に今日はホームラン打った人はいないですね。一応ファンがね、ちょびちょび増えてる。タッキーリがスランプになったか。炎上終わった僕。ジャックスのスタミナが上がったと。ちょっとそうすると、スランプ、タッキーリ。負け担当の日にちがすごいな、173日って。まあそりゃそうなるか。吉田くんもそういやスランプだったっけ。ちょっとうちの投手陣大丈夫か。シノン、あ、そっか、シノン外したばっかりだっけ。いい田中入れて、政宗を入れて、ちょっと先発陣はこれで頑張ってますか。負け担当ちょっとさすがにこれはきついんで、粉砕心、中継ぎ適正、あれ粉砕心、あれこれって抑えか。そうするとホラーに変えるか。よし、 OK。 じゃあちょっと新メンバーでいきましょう。政宗君ってどういうキャラだったっけ。2番あれで出てるけど、まあ、基本的に、二刀流の人は野手能力が高いんで、まあ、代打に回ってもらうような感じでやります。江戸川コナン君を出しましょう。キー田中か。あー曽根君負け投手になっちゃったね。で英国紳士は21号と。6対5、こういう接戦を制するようになればだいぶ変わってくるんだろうけどな。うわー早速怪我しやがった。
全治2日。ちょっとうちのチーム大丈夫か。先発は太田くんと。9敗目。3対0か。ヒットは4本。打てないときは打てないね。ファンは増えるけど。お、イソッチスランプから抜け出した。ケイトの守備がそろそろ C ですね。炎上王も打撲から復活と。日本一を決める、大学日本一を決める全日本選手権。まあ要はこの時に将来有望な選手を探してねっていうことなんでしょうけど、まず田中が死んだんで、でイソッチが復活してくれたのか。そうかそうか、なかなかタイミングがいいな。嫌な手のやる気が絶不調だなって言ってもね、入れられて先発がいないんだよな。もう今とりあえずイソッチと正宗気候あたりに、頑張ってもらわないといけないですね。で野手、野手はまあ英国紳士やる気が絶好調で、ちょっと調子の悪い人たちが何人かいるけど、副部長か。副部長もな、守備寄りのセカンドか。どうしようかな。まあとりあえずこの2人でいいか。ケイトってどこ、遊撃か。サンデーモーリー、まあ守備いいからね。ちょっとシラ君とケイトを変えるか。よし、じゃあちょっとこの布陣でいきましょう。いや、なぜ、ちょっと待って、このゼフ長はちょっとさすがにね、任せられる気になれない。今日は先発正宗、スタミナがいいか、かなりの不安が残るけど、かなりの不安が残るけど、ちょっとしょうがない。ゼフ長よりはまあスタミナの少ない校長の方がいいかなって。なんで、ちょっと待って、野手柳瀬がセカンドになってんな。ここをセカンドマークにするか。これでいいかな。高橋圭はライトで、まあ肩守備もとりあえず F あれば大丈夫でしょう。 OK。 てかカリンちゃんのノリノリとかマジどんくらいついてんの。おっ、正宗、正宗起用した甲斐があった。これはやった、一勝した。で金城もなんかセーブ上げてくれますね、上げてくれましたねっていう。でケイトもホームランを1号打ってくれたと。いや、今日はすごいな。おー、すげえ、めっちゃファンが上がった。選手ぬいぐるみ開発しませんか。これ開発するとな、結局調子が落ちるからな。うわ、スタミナ練習の機材が壊れた。これも何気に見たいんだよね。レヒンボー2、こいつはもう下がる一方だな。T 田中が打撲から回復と。じゃあちょっと采配、あ、采配でいいのか。いやー、正宗くん頑張ってくれたね。高速ナックル、謎の折り辺を持ってるけど、ちょっとじゃあ正宗くん先発いけるようにスタミナを上げますか。スタミナ、スタミナ、正宗くんのスタミナを上げて、よし11で、あとはセーブを上げてくれた金城ですね。あ、球速早いね。でスタミナ50あれば全然いいでしょう。ってことはもうこれコントロールだな。金城くんのコントロールを上げましょう。コントロールあったっけ、何を使ったのかあんまり覚えてないからな。コントロール1個あるな。金城くんのコントロール上げて、そうするとコントロール C になったのか。で、あとはケイトくんがホームランを打ったので、ケイトってどこ本当、そもそも選手を把握してないっていうね。
ケイトは多分守備がこのまま C になるんで、まあ、ショートで守備 C あればいいでしょう。弾道2かよくこれで打ってくれたな。ニートを上げますか。じゃああれニートかパワーだな。ニートかパワー持ってた。ケイトくん、あーミートが2つあるからミート上げよう。ミート9、よしよしよし、これで意外に強くなったんじゃん、うちのチーム。じゃあ先発は若松くん。6対4か。ほらそうか、ほら二刀流だったっけ。かりんちゃんさすがにノリノリなだけあって打ってくれるね。初回先頭打者本塁打メダル、かりんちゃんが打ったのか。あ、ようやく交流戦が終了しましたね。6月11日で終了か。で、移動して、おお、今日はなぜか超いっぱい上がったな。そうか、副部長そろそろ守備練習から切り替えないといけないけど、まあ、それは裏方でやっておきましょう。今日は移動日と。お、移動日って何？めっちゃ練習してるってこと？ちょっと移動日が続くね。なんでこんな移動してんの？どんだけ移動してんの？で、ネック君の守備もそろそろいいになりそう。広池和成選手の大学が見事頂点に立ちました。つまりこいつをこいつを新戦力として入れろと。評価が上がったって誰誰の評価が上がったの？世間一般かな。じゃあちょっとグラウンドへ戻ってきたので、試合の方頑張っていきましょう。ちょっと正宗くん正宗くんは、二刀流系なので、英国紳士はちょっとやっぱり代打だよな。まレインボー2に任せますか。で、先発は聞こう。よし、頑張ってくれ。ちなみに前年度って何勝したんだっけ。前年よりは勝ちたいけど、それもかなり怪しいよな。高橋系はな、足が速いから戻ってくるそうなんだけど、大事に行ってもらいたいものだ。投げました。これはよしよしよし、いいね。ボール。第3球を投げました。お、これはでも狙ってるね。4球目ストライク。ここは1球見送ります。今の叩くと多分ちょっと上を叩いちゃうからね。打った。上がってしまったか。ライト方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウトチェンジ。今4勝しかしてないんだ。3回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは、でもまあ今日も3回無失点に抑えてるんで。第2球投げた。あとは味方が点を取ってくれればいいんだけど。アウトコース低め、ボール、ツーボール、ワンストライク、バッティングカウント、投げた。これは打たれるな。打った流し打ち。当たりはねそんなに良くなかったんだけど。ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。カウントしてきてんね。一応抑えてるな。よしよしよし。さあここでチャンス。マー君。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。惜しい惜しい。プニコちゃんな、足がいいか。ボール。カウント。ワンボール。ワンストライク。長打が出ればっていうけど、ここそもそもグラウンドが狭いから長打という長打にはならないよね。カウンター2ボール1ストライクです。これは危ない球。いいよいいよ。これもルイに出る方向でいいんじゃないか。5球目、あー惜しい。空振り。投げた。どうだ。空振り。あー、振ったか。低めの変化球にやられました。これはやられたね。バッターは9番新井。大きな声援が届いています。初球ツーシーム空振り。さあ次の投球。一発ピュー持ってんだジクソンって。お、これいいんじゃないの。よしよしよし、今日は勝てるかもしれない。
炎上王いいね。2号が出た。ゲームはこれから後半6回に入ります。おー、キコ頑張ってるね。スタミナ D、 スタミナ D やれば。おー、OK、 OK、 山田君ナイス守備だ。ワンアウト。第9投げた、真ん中にストライク。まずは決めてきました。第2球。さてこれであと投手陣が踏ん張ってくれれば。いや怖えな、 T 岡田怖い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 。打ったアルボール。第4球を広角打法持ちか。振れ。さすがに振らないか今のは。カウントは2ボール2ストライク。際どいとこ投げるね。おお、惜しい惜しい。慎重に攻めてきます。ボールカウント3ボール2ストライク。ちょっとこれ。内角低めフォアボールだね。なんか危険な香りがするけど。危険な香りがするけど9回まで行こう。1点か。ニクソン。よしよし、ここでノーアウトの1、2塁、1塁2塁という場面で、そして俊足の高橋圭が出てる。投げました、直球決まってストライク。第3球を投げました。これチャンス、打ったいい当たりだ。ボールはライナーでセンターへ、取りました。グラウンドが狭いからか、なかなかヒットにならないね。投げました、内角際どい球、ボール。バッターよく見ました。ピンコちゃんはな、一応ミートが D やるから。ここはよく選びました。よく見るね。カウントは2ボールノーストライク。なんとかな、高橋圭を返したいんだけどな。よくってストライク。第4球を投げた。いけ、よし。打った。あ、これはいいじゃん。でも高橋圭走れるか。走れないか。いいバッティングを見せました。まあでもここからなおもチャンスが続いています。犠牲フライが出てくれれば。来た。英国紳士。第9投げた。ストライク。いきなり150キロ。攻めてくるね。第2球。投げた。ああ、一気に追い込まれた。これは追い込まれました。ちょっと内野球の調子が悪いっていうところが気になるけど、狙ってるね。これから4球目。見逃しか。これは完全に投手の強気のピッチングにやられたな。マー君いいね。いやー、いいね。これマー君じゃなくて誰だ、三塁にいるの。先ほどツーランホームランを放っている。レインボーツーか、レインボーツーはな、ちょっと足が遅いからね。アウトロー、ボール、大きく外れました。第2球、投げました。お、いいじゃん。ああ、惜しかったな。これをな、ホームランに持ってってくれれば。スリーアウトチェンジ。お送り。うお、結局追いつかれたか。チャンスを迎えました。ローソン頼む。投げました。危ない球。お、手堅くバントしてきたね。第2球、投げました。ここで送ってきました。大丈夫ですか、左へ転がした。あー、大丈夫か。アウト、ランナー三塁に進みました。きっちり来たね、きっちり。交換して、ここで投げました。外れた。チャンスが F だけど、チャンスが F だけど、まあ、気にならないミートはあるよね。ストレート見送ってストライク。まあ、チャンスに弱くても基礎値が高ければ、おお、引っ張った。惜しい。切れていきます。ファール。いやー、今日も最終試合が投げた。なかなか白熱する感じで。進んでるな。上げてしまったか。あ、でもこれ犠牲フライか。いいねいいね。え、走れないの。これでツーアウト。ランナーは、あの深さで走れないか。代打エドガーコナン君。第9投げた、危ない球。カリンちゃんの足がちょっと遅かったのかな。投げた、アウトコース低め。球場が狭いっていうのと、カリンちゃんがちょっと足が遅いっていうので、投げました。ボール、カウントはツーボールワンストライクです。第4球を投げました。空振り。よしよしよし。タイミング合いません。追い込まれてからの、これは見ていいよ。スプリットはボール。フルカウント。第6球を投げました。あ、これは。おお、いいね。よく見たよく見た。塚原交番。パワフル。ダイソー。おお、ダイソーサンデー毛利。5盗塁してんのか。さあ、勝ち越しのチャンスにバッター。山田。第9。さて山田君。見送ってストライク。今の失投もな。いきなり失投か、こいつ出てきて。投げました。あいつに追い込まれたな。これはちょっと分が悪いね。第3球を、これは振らなくていいよ。振ったか。三球三振でやられた。パワフルチャンスを潰します。パワフルピッ、さてここでジャックス、トップバッターはシュンタ。パワフル、このバッターだけはルールに出したくないところ。よしよし、まずね、先頭バッターをね、さあ次の投球なんとか三振にするか、打ち取ってもらうかで。ナックル見送ってストライク。いいねいいね、ちょっと一球外そう。投げた。危ない危ない。カウント1ボール2ストライク。ここで、ね、これから4球目。一発病とかあるとど真ん中に行って打たれるっていう。ナックルはボール。そういう悲劇が起こるんですけど。ナックルもね、ちょっとやっぱり失投が多くなるから。打ちました。怖いっちゃ怖いんですよね。第6球を
投げた。お、危ない球。結局フルカウントから打ちました。粘られるね。投球これから8球目。よしよしよし、これは打ち取ったでしょ。一塁送球 OK OK OK。これでワンアウト、ランナーはありません。まああとはなんとか抑えてチャンスで打ってくれればうちの勝ちと。頼むよみんな。いいねいいね。おお、手堅く来たか。三塁毛利、まあ、チャンス F だからね。ピッチャー前に転がした。一塁送球、よしよしよし、送りバント成功です。さて山田君、なおもチャンスが続いています。いけ、今のなかなかね、絶好球だったんだけどね、やっぱコンピューターはそうもいかないですね。バッター追い込まれました。第3球、危ない球。さあ4球目、高橋圭やっぱ出てるね。空振り三振、あー惜しい。山田スイングアウトの三振、パワフルチャンス。お、さよなら勝ち。さよなら勝ちした。誰ってことはこれ誰かホームラン打ったってことだな。誰炎上王かよ。炎上王すげえな。大活躍だな。劇的サヨナラツーラン。炎上王5回2号と10回3号。金城が1勝してますね。よーし。いやー、まさか。打撃を見ることなく終わるとは。おお、すげえすげえすげえ。さよならホームランで1600人も増えたよ。さよなら本塁打メダル。全部守りと山田くんのパワーが上がったと。じゃああと何か残ってるんだアイテム。炎上を弾道上げるかな。じゃあ最近ちょっと打ってくれますからね。そもそも炎上って今弾道いくつなの。いや、よくこれで打ったな。パワーヒッター持ってるからか。パワーヒッター持ってるってことは、パワーヒッターにすると弾道が 3.5 で固定されるはずなんで、弾道を上げる意味はあんまりないといえばあんまりないんですよね。ゼフ長とかじゃない限りはパワーヒッターを発動するんで。そうか、パワーヒッターあればこれでも一応打ってはくれるんですね。じゃあちょっとミートかパワー余ってる方を使いましょう。両方余ってるな。じゃあちょっとパワーを上げるか。炎上王のパワーを上げて、お、15ってめちゃくちゃ上がったな。あとはまあマー君もちょっと活躍してくれたんで、マー君は、なるほど、セカンドか。セカンドでミートはあるけどパワーがちょっとない。でもパワーは先使っちゃったからな。守備力上げますか、セカンドなんで。守備守備守備と。マー君の守備、いいんだよね、守備を上げましょうと。8。はい、というところで、まあなかなか最後もいい試合ができて、まあ無事サヨナラで勝つことができました。で、やっぱり能力はね、ちょいちょい上げて、まあそれなりの、まあゲーム差になるよう、まあ早めに頑張っていきたいので、ちょっとお金の方が足りるかどうか不安は残るんですけれども、こんな感じで、上げていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。